取れてますかね、指は。うん、あ、指入ってるかな。あ、入ってるね。指は一応入ってますね。どんなの。指の他になんかヤゴちゃん、ヤゴがいて、うん？あ、いるいる、ベビーいるの、ベビーいます。草と水面の脇キワッと、うん、向かいバイチャレンジ、大きさもがあるようなこんなとこ、肩がね、片手だからちょっと大変なんですけどね。どうすかね、なんか取れてるかな、なんか跳ねてるような気がするんだけどな。なんだろうな。お世話になってます。アクアです。今回ですね、家の近くの、川へ、南沼エビを取りに行ってみました。今回これで2回目なんですけれども、前回も同じぐらい取ってきたんで、どうでしょう、200匹ぐらいはいるんじゃないかなと思います。ある程度、小骨が入ってる分には以前から入れてるんですが、今回、ブリクサが植えてるこちらのプラケースの方には、初めて入れるっていうことで、セットして、まあ、1週間ぐらい経ったんで苔防止に、エビを入れます。はい、今回取った分で、ヤゴと言いましたんで、ヤゴも一緒に採取してきました。まあヤゴ自体は、蚊の幼虫の駆除に使えるんで、
睡蓮の入った鉢や、あとですね、蓮の鉢などに逃がして、蚊を食べてもらおうかと思いながら、取ってきました。でまたそのうち量を増やさないといけないだろうなと思ってるんで、また取りに行ってみたいと思います。はい、逃がしたところで、離したところで、すぐ見れるかと思ったらなかなか見れないんですよね。すぐ水草の下のあたりに隠れちゃうんで、まあ、観察中観察はできないんですけども、メス等がいたんである程度小さな、チエビみたいのもちらほら見えたりもします。はい、ご視聴ありがとうございました。